村徹さんはもうオーディション、もうオーディション、あいつ大学生、おマジっすか、うん、まあ、ちょっとヤンキーじゃなかったんですよ、どうなんちゅう、ゴジラにいた、あいつだってデビューって一世風靡が原宿の古典で撮ってた時、タケノコ族はやってて、ありました、はい、あいつはあそこ出身で、おマイマイマイとかって歌ってた、おであの頃ってヤンキーはタケノコ族ってなんだなんだなんだねってタケノコ族狩りとかって、原宿でも結構タケノコ族にガンガンこう行ってた時代の中にいたのは、じゃあこのヤンキーっていうヤンキーに駆られる側、駆られる方の舞台におったってことですか、舞台、まあまあだからそれはさ、ヤンキーが飾る正解でもない、いやいやそらそらそら、でも一応ねヤンキー映画ですもんね、